ヘラクレスの詩、ヘラクレス HWV60 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1744年に作曲し、翌年初演した英語の音楽劇。前年の、セメレ同様、演技や舞台美術を伴わない形式で上演されたものの、内容的には、ソポクレスの悲劇、トラキスの女たち及びオウィディウス、変身物語をもとにした世俗的な古典劇である。 ポール・ヘンリー・ラングは、この作品を後期バロック音楽劇の頂点と評価している。しかし、ヘンデルの生前には成功しなかった。台本はソポクレス及びオイディウスに基づき、トマス・ブロートンによって書かれた。ヘンデルは7月19日に作曲を開始し、1ヶ月で完成した。ヘンデルのライバルである、ヘイマーケット国王劇場でのオペラ興行はこの年は、休みであった。 この機会を利用してヘンデルは1744年11月から1745年にかけてヘイマーケット国王劇場で24回の予約演奏会を計画した。しかしこの計画は野心的に過ぎた。ヘラクレスは1745年1月5日に初演されたが成功しなかった。ヘンデルは計画の14にあたる6回で上演を中断し、 返金する旨を発表したが、客の多くが返金を辞退したため、16回まで継続上演された。ライバルであるオペラ派の本拠であるヘイマーケットを使ったため、妨害活動も展開された。音楽はオペラ的で、特に第二幕には、長大なだカーポアリアが多い。1745年のシーズンでは、ヘラクレスは2回しか上演されなかった。 1749年と1752年にかなり省略した形で再演された。他に1756年にソールズベリーで1回上演された。1745年のシーズンでは、ラインホールドがヘラクレスを、ロビンソン夫人がデアニラを、エリザベト・デュパルクがヨレを、ジョン・ビアードがヒュルスを、芝夫人がリカスを歌った。ただし初演時には、 芝夫人が病気のために出られず、1月12日の再演から出た。1749年の再演からは、リカスが登場しなくなった。トラキスにあるヘラクレスの館で、妻のデアニラは、長期にわたる、夫の不在を嘆いている。息子のヒュルスがやってきて、不吉な予兆があり、神官が、ヘラクレスの死と、終えた山から立ち上る炎を予言したと知らせる。 絶望するデイアニラに対し、ヒュルスは父を探しに行こうとする。そこに、オエカリア性罰を終えたヘラクレスが捕虜を連れて、凱旋したという知らせが入り、デイアニラは喜ぶ。ヒュルスは、捕虜の中のオエカリア王女妖レに心を動かされる。盛大な行進曲の後、ヘラクレスが現れて妖レに自由を保証するが、父を殺された、妖レの悲しみは晴れない。ヘラクレスは、 デイアニラのもとへと向かう。ドラキス人の華やかな喜びの合唱で幕になる。我が身の上を悲しむイオレの前に、デイアニラが現れる。ヘラクレスがイオレの美しさを知って、自らのものにするために、オエカリアを滅ぼしたという噂を聞いて嫉妬した、デイアニラは怒りをあらわにし、イオレが否定しても聞く耳を持たない。リカスもヘラクレスが他の女を愛することなどないというが、 デイアニラは聞かない。合唱が嫉妬の恐ろしさを歌う。一方、ヒュルスはイオレの前に現れて愛を語る。イオレは自分が父のあだの子を愛するはずがないと跳ねつける。デイアニラはヘラクレス本人をメンバーするが、ヘラクレスは根も葉もない噂として取り合わず、ユピテルの詐欺に参加するために去る。デイアニラは夫の愛が自分から離れてしまったと嘆くが、 ケンタウルスのネッススの地に浸された衣を利用することを思いつく。ネッススの話によるとこの衣は愛の炎を再び燃え立たせる効果があるはずだった。もう一度愛を取り戻すため、この衣をヘラクレスに着せるようにデイアニラはリカスに頼む。イオレがデイアニラの元を訪れる。デイアニラは悲しむヨーレに同情して和解し、二重唱を歌う。衣に染み込んだネッススの地は、 実際には毒であり、ヘラクレスは毒の痛みと暑さに苦しむ。断末魔のヘラクレスはデイアニラを呪い、自分をオエタさんで仮装にするようヒルスに願う。自らの手で夫を死に追いやったことを知ったデイアニラは反狂乱に陥る。イオレは一家の運命に同情する。ユピテルの神官が登場し、オエタ山で仮装に伏したヘラクレスの魂がユピテル人によって、 神々の世界に挙げられたことを伝える。神官はまた、ヒュルスとイオレの結婚の信託があったことを告げる。イオレとヒュルスは、喜びの二重唱を歌う。ヘラクレスを賛美するトラキス人の合唱で劇を終える。ありがとうございます。